アメリカ軍タイコンデロガ級ミサイル巡洋艦2隻が台湾海峡を通過したとの情報をキャッチしました。今回はこのアメリカミサイル巡洋艦2隻が台湾海峡した意味を詳しく見ていきますね。中国は055型ミサイル巡洋艦と比べ嘲笑する態度です。ポンコツ。アメリカ海軍の第7艦隊に属するタイコンデロガ級ミサイル巡洋艦8番艦のアンティータムと同16番艦のチャンセラーズビルの2隻が2022年8月28日に台湾海峡を通過したことが報じられ、様々な見解が示されている。実は、この2週間以上前の8月12日、アメリカの国家安全保障会議、NSC のキャンベルインド太平洋調整官が、台湾海峡におけるアメリカ海軍の、いわゆる航行の自由作戦の実施を示唆していたため、これが実際に行われた格好だ。これは、アメリカのペロシ下院議長が台湾訪問を行った後、その動きへの反発を示す目的で、中国側が台湾を取り囲む空海域で、大規模な軍事演習を敢行したことに対する、さらなるアメリカ側の台湾防衛への意図が感じられる。アメリカと中国との台湾をめぐるつばせり合いが、ここに来ても継続されていることを表したのが、今回のアンティータムとチャンセラーズビルの台湾海峡通過であり、今年7月のアーレイバーク級ミサイル駆逐艦以来の行動である。前回の台湾海峡通過がアーレイバーク級ミサイル駆逐艦だったことを考慮すれば、今回のタイコンデロガ級ミサイル巡洋艦という選択は、少しだけ投入戦力を強化したようにも見えるが、これも報道時のインパクトを起としたものなのだろう。アメリカ海軍の発表によれば、今回、アンティータムとチャンセラーズビルの2隻は、中国、台湾それぞれの領海、及び接続水域外を航行したとされ、これまでの航行の自由作戦の体を崩してはいない。中国側は、アメリカ海軍が送り込んできた、アンティータムとチャンセラーズビルの2隻のタイコンデロガ級ミサイル巡洋艦に対し、自国海軍の最新鋭の055型ミサイル巡洋艦に比すれば、給食艦に過ぎないと嘘吹いている。確かに、タイコンデロガ級ミサイル巡洋艦は、今から42年も、前の1980年より、一番艦のタイコンデロガが建造されたのは事実であり、すでに5番艦のトーマス・S・ゲイツまでは、退役を行っている艦艇ではある。今回の2隻は、アンティータムが1987年、チャンセラーズビルが1989年の就役と、確かに慣例を重ねており、また、搭載する AWS、イージス武器システムのバージョンも残る、同型艦の中では、最も古いベースライン2である。ちなみに、今年2022年時点で、現役艦として、アメリカ海軍に就役中のタイコンデロガ級ミサイル巡洋艦は22隻存在し、このうちの3隻が神奈川県の横須賀港を母港としており、今回のアンティータムとチャンセラーズビルもそこに含まれる。タイコンデロガ級ミサイル巡洋艦は全27隻が建造されたわけだが、この数はアメリカ海軍の歴史の中でも最多のうちの一つで、さらに、1999年にカリフォルニア級ミサイル巡洋艦が退役した後には、唯一の巡洋艦として運用が続けられている。本来、こうしたタイコンデロガ級ミサイル巡洋艦は、今の時代に、こうした任務に従事することは稀であれ、原子力航空母艦の空母打撃群を指揮する艦隊の機関として、艦隊司令部の要員が乗り込み、その全体の戦闘指揮を担う艦艇である。アンティータム、
チャンセラーズビルらのタイコンデロガ級ミサイル巡洋艦は、基準排水量7242トン、満載排水量9763トン以上、全長 172.46 メートル、全幅 16.76 メートルの艦隊であり、そこまで大型という数値ではない。タイコンデロガ級ミサイル巡洋艦は、この艦隊に、一機で、最大2万1500馬力を発生する、ガスタービン機関を4機搭載しており、最大速力で30ノット以上、20ノットの巡航時で、最大1万 1000km の航続距離を発揮するとされている。また、主兵装としては、54口径 127mm の単装砲である MK5、5インチ砲2機、VLS、垂直発射管としてハマーク、41、モッド2、61セルを2機搭載しており、合計では、122セルの VLS から、各種のミサイル類を運用することが可能となっている。アメリカ海軍の主力の水上戦闘艦である、アーレイバーク級ミサイル駆逐艦は、大きさこそ、タイコンデロガ級ミサイル巡洋艦に迫る数値だが、この VLS 数は、合計で96セルに止まり、ミサイル類の運用については、一歩譲る形だ。こうしたアメリカ海軍のタイコンデロガ級ミサイル巡洋艦をして、自国海軍の最新鋭の055型ミサイル巡洋艦には、遠く及ばないと、豪語している中国だが、厳密には、同国内では、この艦級はミサイル駆逐艦と分類されている。055型ミサイル巡洋艦は、南昇級駆逐艦とも称され、基準排水量1万1000トン、満載排水量1万3000トン、全長 180.0 メートル、全幅 19.0 メートルと、いずれの数値でも、タイコンデロガ級ミサイル巡洋艦を上回っている。また、055型ミサイル巡洋艦は、1機で、最大3万2500馬力を発生する、ガスタービン機関を4機搭載しており、これによって、最大速力で32ノット以上、巡航時には、最大 9200km ほどの航続距離になると、推定されている。主兵装としては、70口径 130mm の単装砲である HBJ-45 1機、VLS、垂直発射管としては、GJB-5860-2006型を2機、64セル、および48セルを搭載しており、合計では、112セルの VLS から、各種のミサイル類を運用することを可能としている。単純な VLS の総セル数で比較した場合に、ちょうど中国の055型ミサイル巡洋艦は、アメリカ海軍のタイコンデロガ級ミサイル巡洋艦の同122セルと、アーレイバーク級ミサイル駆逐艦の同96セルの中間に当たることが見て取れる。中国海軍が驚異的であるのは、他の艦艇も含めて、その建造速度の速さにあり、この055型ミサイル巡洋艦も、一番艦で、ネームシップの南昇が、2014年に建造されて以降、すでに、8隻の同型艦の建造が確認されている。さらに、中国海軍では、この8隻をもって、055型ミサイル巡洋艦の一時建造を終え、続く建造分からは、改良を加えた A 型に移行するものとみられており、艦艇総数では、アメリカ海軍を凌駕しているが、その差がますます拡大することは、間違いない。一つ、アメリカ海軍と中国海軍とで、大きな違いがあるとすれば、近年でも、湾岸戦争やイラク戦争、これらに伴う中東地域への海軍戦力の実戦投入を行ってきた前者に対し、後者はほとんど実戦経験など積んでいないことだろう。中国海軍は自国の人口とそれに伴う経済力を背景にアメリカ海軍と正対することが可能なように、こうしたミサイル巡洋艦、駆逐艦、大型の航空母艦、
攻撃型の潜水艦などの艦艇数を著しく増強し続けている。しかし、いずれも実戦経験がないことから、実際の戦闘でアメリカ海軍並みの戦力として機能するのか否かは未知数であり、今のロシア・ウクライナ戦争でも明らかになりつつある西側諸国の持つ基準に兵装が達しているのかも不明だ。ただし、かつての旧ソ連のように冷戦の最盛期であっても、海軍力ではアメリカとまともに対峙することが困難だったことに比べ、今の中国は経済力でははるかに旧ソ連を上回っていることは間違いないので、その点には留意しておくべきであろう。